伊詰神社は、兵庫県明石市大倉本町に鎮座する神社。旧社格は豪社。縁起式神明町の岩飛名神社に否定される神社の一つ。水古天皇の頃、三冠より鉄人が八千人を率い来襲した。討伐を命じられた伊予国の小泉駅民は、故郷の大山隅神社の祭神である、大山隅神に祈ったところ、鉄人が明石に着いた時、 稲妻と共に大山純神が姿を現し、鉄人の唯一の弱点である足裏をいいよと告げた。これに驚いた鉄人をますます身が屋で射殺した。小泉駅見は、大山純神に感謝し、大山純神が現れた地に、大山純神社を誕生したことに始まると伝えられる。古くは、稲妻大明神と呼ばれていたが、稲妻が転化して、稲妻となったと伝えられる。また、 小仙駅君の子、武雄により、小仙駅君の礼を祀った社が、現在の大倉屋あ神社とされる。1578年、高山右近の大倉谷城攻めの陛下により社殿は、消失し、北方に遷座し、そこを仮宮とした。1637年、社殿が再建され元の地に遷座し、仮宮のあった場所に、明石藩主、松平光重が、 熊の三社権元を誕生し、熊野高神社となった。1977年、失火によって社殿が消失したが、1979年に再建された。ありがとうございます。